勇次郎、見たか、勝ったぞ。僕、うん、見てたよ、キリト。リズさん、顔が劇画みたいになっていますよ。気持ちはわかりますが、ここでその表情は。私はいいとしても。二人が仲良くて嬉しいな。キリト君、お疲れ様。いつもと同じ口調なのになんか複雑ね。ねえ、可能性としてありなのかしら。何が？キリトとユージをこのまま仲良くなり続けたら、行き着く果ては友情という一線を越え。ないないよ。だってキリト君は、キリト君は、キリト君は最近ユージオさんと仲が良すぎるでしょ。考えすぎですよ皆さん。キリトさんは確かに無自覚に女の子の特別になっちゃいますけど、無自覚、無自覚といえばユージオさんが言っていました。砂漠で二人きり、美しい星明かりの下で胸が熱くなるようなことを言われたそうです。女の子だったら惚れちゃってもおかしくなかったなんて冗談めかして語っていましたけど、ユージオさんの目は恋する女の子そのものでした。あるわね、可能性。さあみんな、キリトを迎えに。あの、僕に攻撃力の高い視線が集中しているような気が。いえ、何でもないのよ、ユージオ。今はね。みんな、どうして迎えに来てくれなかったんだ？あんたね。よしなさい、リズ。どういうこと？ユージオ、なんで詰める？ごめん、アスナ。でも僕は、その、違うよ。違うからね。僕には、アリスが。何のこと？ちょっと、みんなどうしたの？いやさすがアスナね。でも、油断はできませんね。すいません、閉会式典を始めるので移動お願いします。はい。あの空気一体何だったんだ？